速報です。浅南区の病院に車が突っ込む事故がありました。こちらの診療内科には軽自動車の前輪まで突っ込んでしまっていてガラスが粉々になっています。警察によりますと午前9時ごろ浅南区西原で70代の女性が運転していた車が病院に突っ込む事故が起きたということです。この事故によるけが人はいません。 警察はアクセルの操作を誤ったとみて捜査を進めています。